3時半ですね。ちゃんと時間見てやらないといけないので、はい。この中ですいません、すでにマインドブロックバスターであるっていう方どのくらいいらっしゃいますか。ちょっと手を挙げてもらっていいですか。なんかだいぶ身内がですねいるんですよ、この中に。はい、あ、どうぞ手を下ろしてください。まあ、基本的に私講演はだいたい初めてマインドブロックバスターに触れてくださる方にお話ししますので、まあ、すでにマインドブロックバスターであるという方にはいや、そんなの知ってるよって話になっちゃう時もあるんですけれども、まあ、たまにしか会わないっていう人もいるので、栗山陽子って何話すんだとか、どんな顔してんだとか、すでに声はね、なんか声意外と低いとかね、そういうふうに思ってる方もいると思うんですけれども、まあ、1時間よかったら、楽しんでいってください。途中で寝ても大丈夫ですからね。なんか私結構ベラベラ喋るので、だんだんその喋ってるトーンがある意味こう一定のリズムで、なんかだんだん眠気を誘うと、私こんなでかい声で喋る割にはよくありません、ロックコンサートで意外と眠くなるみたいな、そういう現象を起こすかもしれないんで、別に寝てても大丈夫ですから、怒ったりとかね、チョーク投げたりとかしませんのでチョーク投げたりってね、昔学校の先生だったので、結構そういう、 こう学校ネタとかあったりします。今日まあ、見受けると男性の方がね思ったよりも多くて、結構嬉しいしびっくりです。マインドブロックバスターって2010年から私やってるんですけど、ほぼ女性なんですよ。もうマインドブロックバスターって名前がそもそも怖そうでしょ。ね、全然なんかクリスタルとかキラキラとかなんかヒーリングとかそういうんじゃないんで、プロレスの技ですかって言われたことあるんですよでマインドブロックバスターっていう名前にもかかわらず上司ばっかり来るんですよね。で最初だから少しは男性がね気に留めてくれないかなっていうのを意識したんですけれど、思った以上に女性が来ちゃって、女性って何そう打たれ強いんですかねまあ、それもねあったみたいです。だからやっぱり男性って意外と、意外とじゃないですね、女性よりずっと繊細なんですよ、気持ちが。だから私が片手を触るだけで3分で1個コロンブロック解除しますって言ったら、あ、触られたら分かられちゃうと思ってピューって逃げるんです大体あ、僕は結構ですとかっていう感じで、いろんなね交流会とかにも昔私も行ったんですけれど、男性はほとんどなんていうのかな、名刺交換しただけで逃げます結構ですって言って、いや別にそんなあなたがいついつ誰と浮気したとかね、そういうことは見ませんって言ってるんですけど、やっぱり心の中を覗かれるっていうふうに思うみたいで、それがやっぱりこれだけ男性の方来てくださるっていうことは、ご自分とちゃんと向き合われる方が増えたんだなと思うんですね。やっぱり強さも弱さもまず向き合わないと次に進めないんですけれど、やっぱり向き合う前に逃げるっていう心理があるんですよ。向かい合いたくないっていう。で潜在意識ってね、こうちょうど西田さんが最初ご紹介の時に言ってくれたんですけれど、潜在意識って無意識のところにあるので、私はいやいやそんな人間じゃありませんよと、私はこんなに自分を見つめているし分かっているし、であなたが言うようなことはみんな知ってますという人も、本当のご自分からは目を背けてるっていうことがあります。でもこうやって、たくさんの方がこの癒しフェスティバルに足を運んでくださってるっていうのは、それだけご自分の内面を見つめて自分も変わりたいし世の中をもっと良くしたいっていうね気持ちの表れだと思うので、私は本当に素晴らしいと思いました。それでまあちょっと私というね人間は皆さんよりも全然腹黒くて性格悪くて下品で口も悪い女なんですけど、まあ、それでもなんか聞きに来ちゃった奇特な人がねここにさっきも偏ったお弁当箱みたいにギュッて詰めさせられてるのかって言っちゃいましたけれどね、来てくださったので、まあ、多分皆さんの潜在意識が今日はなんかこれ聞いた方が良さそうだと思ったらしいので、まあ、お耳ではちょっと耳汚すかもしれませんけれども、潜在意識には届くものが届くと思いますのでよろしくお願いします。で、どんな話するかっていうと、まあ、もちろんマインドブロックバスターって何って、今日初めて来てマインドブロックバスターってなんかさっき言ったプロレス技みたいなね技なんだけれども、それは一体何だという方もいると思うんで、それとあとこれどうやって作ったのってすっごくたくさんご質問があるので、そういうこと、それから人生のね2大ブロックっていう、話をします。であと、これからマインドブロックバスターって一体どこを目指してるの、何しようと思ってるのっていうこと、
で、そして最後にデモセッションをさせていただきます。一応3人ぐらいと思っておりますので、ここに全員しますとかって言ったら朝になっちゃうのでね、残念ながら3人ぐらいの方、ちょうどねピッピッピッとこうなんかさせていただきますので、もしやりたい人とかいたらね、手挙げようかなとかちょっと考えていってください。はい、じゃあまずですね、マインドブロックバスターとはということなんですけれども、片手を触るだけ3分で1個心のブロック解除なんです。そうひねり技を言っちゃうと触らない人もいますので、触らなくてもできるので、はい、でもとにかく、私はこういう、キャッチコピーで自分が活動を始めました。でですね、イメージを受け取るんですよ。だからさっきちょっと話したように、あなたがいついつどこで浮気したとか、いついつどこで何々をとかのつまみ食いしましたねとか、そういうことは見ておりません。で本当に何て言うかな、こう潜在意識がこの見る人マインドブロックバスターに分かりやすい形で教えてくれるものを見ています。ですので、例えば栗山陽子が見た時は大根でしたと。ブロックのイメージは大根です。で解除のイメージはなんかキュウリです。じゃあ大根とキュウリを入れ替えてもいいですかと言った。でもさっきね、ここで紙芝居をねしてくれた伊藤直美さん、そこに来てくださってますけれども、彼女もマインドブロックバスターなんですよ。もうね、日本で一番マインドブロックバスターをね世に送り出してるマスターさんなんですけれど、彼女が見たらなんか青い海の向こうにヨットが浮かんでいてとかって、こういう全然同じものを見たはずなのに、私は大根かみたいなね、そういうこともあります。でも潜在意識はあるメッセージを伝えたいんですよ。でそれを栗山には大根で見せて、伊藤直美さんには青い海にヨットがっていうので見せているだけで、本質は同じなんですね。でどこが変わるのって言ったら、潜在意識っていうその目に見えないところが変わるんです。だから目にも見えないし、無意識、さっきもいや私はできてますってこうね思わず心でも思ってるし口でも言っちゃう人が、実は目を背けてるっていうようなところなんかを先に変えちゃう。だから本人も自覚してないうちに世の中が変わったような、出来事が起きるっていうものなんですね。潜在意識って皆さんすごくこう難しいとか怖いとか、あとすごく修行を積んだ人じゃないとそこと接することができないとか、結構こう頭でっぱちに考えちゃってるところです。でも実は私はこう最近言ってて、一番身近な親友というか、一番身近なあなたのこうなんか守り神みたいなところが潜在意識で、で人間っていうのは肉体もあるし寿命もあるし、例えばずっと何百日も寝ないで働き続けるとかできませんよね。夜になったら眠くなるし、お腹も空くし、トイレも行くし、でそういう有限な人間を無限の力で助けてくれる存在なんですね。だから場合によっては、今回70年とか80年とかの人生で生きていて、今回の人生だけでは終わらないような仕事もその人が人間の間にさせて、今度その人がまた違う場所に、違う性別で違うシチュエーションのもとに生まれてきた時にも、その本当の目的の続きをさせるっていうことも潜在意識は考えてやっているんですね。だからなんか今生きてる肉体のあるこの人生だけが全てだと思うと、あれもできなかった、これもできなかった、あそこが失敗した、ここがうまくいかなかったとか、私は一体この人生で何をしなきゃいけないんだろうとか、すごく迷ったり悩んだり苦しくなっちゃうところが、実は大きな大きな潜在意識がちゃんと予定を立てて組んでる地図の道の上を歩いてると思えば、ある意味こう今生きてる人生を本当に大事にすることができると私は考えています。やっぱりできてないことや足りないことばっかりを数えてしまうと、なんていうかな、縮こまった人生になっちゃう。でも潜在意識っていう大きなものが必ず自分の本来の姿のところまで運んでくれるんだと思えば、今もうどれだけある意味はっちゃけたとしてもそれも OK なんですよ。だから私自身がやっぱりずっとそういう40年以上縮こまった人生を送ってきたという自覚があって、
でこのマインドブロックバスターを、まあ、自分が作ったことによって自分自身がこんなに潜在意識に委ねていいんだっていうことに気づけたので、それをすごく皆さんにお伝えしたいと思って始めたんですね。でそれがこの片手を触るだけで3分で1個心ブロック解除するマインドブロックバスターですよっていうね、このキャッチフレーズで皆さんがピッてこう耳と目をそば立ててくださる。ですのでそういう言い方をしてます。今みたいにこうやって皆さんの前でマイクでお話しする機会を与えられるっていうのは本当に最近のことで、それまでは目の前に来た人に自分がやりたいこと、やっていること、伝えたいことをどう伝えるのかと言った時に入り口が大事なんですよ。まず入り口で全て決まるので、その入り口に一緒にこう立って、まあ変な話ドアを開けて入ってきてくれれば、こんなことやあんなこともお伝えすることができるんだけど、入り口でもう結構ですって普通なるんです。皆さんもいろんないいことをなさってると思うんですね。もう日本って本当に先進国でいろんなこう情報もいっぱいあるし、お金もあるし、人脈もあるし、自分がいいと思うこと、体にいいこと、世の中のためになることをみんなが持ってます。だからただただこれはいいことなんですよ、いいことなんですよって言ったって、あっちにもこっちにもいいことが溢れているから、どれを選んでいいかわからない。みんなどうやって選んでるのかって言ったら、まあ自分と本当に生身で親しい人、生身で親しい人の言うことなら聞こうかな、そういうふうに選んでいます。ですから入り口で初めての人に初めてのことを伝えるっていう時には、本当にピッて耳と目が開いてキャッチしてもらえることでお伝えするしかないんですね。なのでこの片手を触るだけです。だからあなたを抱きしめますとか言ってませんよね。やっぱりいきなりあなたを抱きしめますって言われたら、そういうの全然抵抗ない人いますよね。ヘイハグとかって言ってやる方いるんですけど、そうじゃない人は普通こうやってこうちょっと下がると思うんですよ。3分で1個なんていうの、30分間抱きしめますとか言われたら困りますよね。やっぱりいや私ちょっと用事があるんですけどみたいな、ね、トイレ行きたいですとかねあるんで、まあ、3分以上はあなたは拘束しませんよっていうことです。で心のブロックを解除してくれる、私が押し売りをするとかだったら嫌だと思うんですよ。例えばこのダイヤ買ってくれませんかとか、ついては2000万ですとかね、それ困りますよね。でも心のブロック解除だったら、まあやってもらってもいいかなって、自分のだし、あなたの心のブロック解除を押し付けられたら嫌だけど、私の心をブロック解除してくれるんでしょっていうんだったら、まあいいことですね。で、まあ、マインドブロックバスターっていうのは、ああなんかそういう新しい職業だか技法だかがあるのねということで、こういうふうにお伝えしております。で実際はさっき言ったように大根とキュウリを入れ替えてキュウリにしとくと、じゃあキュウリにしといたら何なんだと、それは皆さんの潜在意識が今ビフォーの状態、大根の状態だと例えばこうやって人前で話すのはちょっと私は勘弁みたいなのがあったり、なんか会社とかでねこう人発表しなきゃプレゼンがあるだとか、あとちょっとうるさい社長のところに営業しなきゃいけないとか、ちょっと今回消費税が上がったんでこのうちの卸の商品もちょっと値上げさせてもらえませんかって言いに行かなきゃいけないみたいな、そういうこうちょっと気詰まりなことがビフォーであって、じゃあアフターはどうなるのって言ったら、もう潜在意識が求める方向に行くだけにするっていうことなんです。でそしたらキュウリにしておけばもう潜在意識が求める方向に行くので、もしかしたら行く前にジェリーンってこうやって電話かかってきて、であこれから行こうと思ってたなんとか社の社長だみたいな、で今度消費税上がったから新しい金額でいいよじゃねみたいな、であなんだ行ってすごいもう菓子折りとか持ってってもう超汗拭きながら社長実はとかって言わなくて済んじゃったみたいな、もう消費税上がったんだから当たり前だよね、卸値変わってもみたいな、そういうふうな潜在意識が本来あるべき姿になってくれるから、自分がなんかすごい頑張ってもう胃が痛くなる思いしても胃薬とか飲みながら営業に行かなくても済んじゃったり、まあ、場合によってはやっぱり潜在意識がなんていうのかな、ちょっともう御社との取引はやめるからとかっていう話になって、でその時は部長とかになんでだねって何々くんとか言ってこう怒られてうーとかなってても、実はなんか翌日になったらそこの会社はすごい不正を働いてて、もう付き合いやめるからって向こうで言ってもらってよかったなみたいな、うちセーフだったよとかね、そういうことが起きたりなんかするんですね。でそういうふうに
ブロック解除したら潜在意識が求める方向に行くもんだから、あの一瞬世の中的には困った状態とか嫌なことがすぐ直後に起きたりすることもあるんですよ。でもまたその後何ヶ月とかまた見てると、あの時ああいう悪いことって一瞬思ったけど、そういうことが起きたのってこんな自分があのもっと想定以上のフィールドに行くために起きたんだなっていうことが分かる出来事がちゃんと起きます。で、あのどっちかっていうと、例えばお金のブロックを外しました。じゃあ1000万円入ってきたらお金のブロックが取れたことになるから、1000万円入ってこい、1000万円入ってこいと思って、でなんか誰かがあのちょっとこれで5000円でお願いとかって言ってきても、おかしいな、なんで5000円なんだよとかって思ってると、あのなんて潜在意識はあなたがそのちゃんとブロックが解除されたっていうことに対してあの任せてないんだなって、自分の現世の潜在意識で思ってることにとらわれてるんだなっていうことで、どんどんそっちに行っちゃうんですね。でもあの潜在意識って大きな力にも任せてるんだから大丈夫だって思ってると、あの1000万円入ることがもしかしたらお金持ちになって自分はお金のブロックが取れるなんて思ってたのが、君のような人はなかなかいないからこの仕事どうしてもやってほしいんだよって言って、ある仕事を任されたら、もうその売り上げが何十億円とかになっちゃったりして、1000万どころじゃなかったみたいなね、あのそういうこととかも起きるんですよ。だからやっぱり自分の中で、この中でも私は今年収がいくら、自分のそのある意味価値はいくらぐらいの人間だとか思ってたり、お金持ちになるっていうことは年収が例えば1000万の人で、例えばそうですね、なんかベンツに乗ってる人じゃないけど、何かをもし自分の中の物差しとして決めてしまっているとしたら、それは自分の天井を決めてることになるんです。私は年収500万円の人とかね、全部それは天井であって、あの潜在意識がそんなんでいいの、そんなんでいいのってこう天井の上から屋根に向かって一生懸命ね呼びかけてます、大体。はい、なので心のブロックを解除するワーク自体は、さっき言ったように大根をキュウリと取り替えたりするようになって、こんなんでいいんかいって思うようなものなんですよ。でもその潜在意識の力っていうものを信じて潜在意識に任せるっていうことが普通にできるようになると、本当にそういう天井知らずなあの人間の自分の70年80年の人生でこんなことがあるのかっていうようなことが本当に起きてくるので、あのまだマインドブロックバスターをあの試してない方はちょっとぜひ試していただきたいというのが一つと、実はマインドブロックバスターになった人、なった人でも使いこなしてない人がいます。あのマインドブロックバスターになった人で使いこなしてない人っていうのは、 ある意味すごくそれ真面目な話なんですけれど、習ったやり方で自分がやっていて、そのワークって合ってるのかな、間違ってるのかなっていうのがすごい気になっちゃう人がいるんですよ。あの潜在意識とお付き合いするのってすごく気楽で、あのむしろなんていうのかな、一生懸命やらない方がいいくらいなんですね。なのに一生懸命このやり方合ってるのかな、先生にああいうふうに教わったけど自分がやってる時は先生に教わったあのやり方と同じなのかなとか、先生のやったマインドブロックバスター聞くけど自分のやったマインドブロックバスター聞かないかもなとかって疑っちゃう人も結構いるんですね。で本当にね、なんていうか真面目です、日本にいる人は。なのでそうやって疑っちゃうとまたうまくいかなくて、やっぱり私にはできないんだわとかねなっちゃう人がいるので、マインドブロックバスターになっている人はぜひね、今日私の話聞いて、あ、こんなに、なんていうの、適当でいいんだっていうふうに思って、またもう一回その潜在意識との付き合い方を、考えるっていうとね、また真面目な感じになっちゃって、もっと気楽にしてほしいかなというふうに思って今日は話しています。じゃあ、どうやってこれをね作ったかっていう話になるんですけれども、私は、大学を出てから20年間横浜市で学校の先生をしていました。で、教員の夫と、子供が3人、もう子供大きくなりまして大学2年生、高校2年生、中学2年生で、男3人です。男3人のお母さんなんで非常にガサツですなんて、ごめんなさいね、男の子しかいないのに、ね、エレガントなお母さんいたらすいません。はい、私はもう全然子供がね、頭の血管切れるほど怒鳴らないということ聞かなかったんで、全くおしとやかじゃないんですけれど、髪の毛とかもね、もう20年ぐらいずっとショートヘアです。
あのなんか長くしたりとかね、あの編み込みとかね、もう絶対ありえないっていう感じで、はい、そんなんなんですけれど、そもそもよくね聞かれるのが、あの栗山さんって霊能力者ですかとか、サイキックですかとかって言われます。全くそんなことありません。あ、ただの普通の人です。幽霊とかも見えません。はい。で、ですね、あとどうやってこれ作ったんですかっていう話になるんですが、あのとにかく学校出て教員になって、あの結婚して子供生まれてっていう感じで、あのいましたので、全くあのなんか自分の時間っていうのがなかったですね、とにかく。それで、一番下の子が小学校3年生になった時に少し楽になりました。やっぱりあの中学生、あ、小6中3、なんかそんな上の子もそんな感じになって楽になったので、学校の先生とお母さん以外のなんか自分があの欲しいなと思って、で、私はあの20年間教員をやった中で中学校は3校14年間勤めました。でそれからその後、特別支援学校って今は言うんですけれども、障害のあるお子さんの学校2校勤めました。なので、中学校から特別支援学校に移動して、で、中学校の時っていうのはあの先生の人数がまあ割と少ないので、同世代の先生っていなかったんですよ。あのちなみに私は、昭和42年生まれ、1967年生まれの46歳、もうすぐ47歳です。で、その頃ってあのバブルでね、あの景気良かったんで、学校の先生はあの結構採用はあったんですけれど、あの、まあ、なりてもなかったみたいな、はい、そんな時代だったので、全然あの同世代の先生いなくて、で特別支援学校に行くと、特別支援学校はあのやっぱりお子さんが障害のあるお子さんがあの行く学校なので、先生の数が多いです。それで初めて同世代の先生と何人か仲良くなりました。で、まあ、ちょっと想像がつくかもしれないんですが、学校の先生って結構ね独身のままいいと知っちゃう人多いんですよ。で、あのそういうね独身のねまま行っちゃう人ってね、どうするかっていうとね、独身で学校の先生だと、まあ割と経済的にゆとりはあるんです。で最初海外旅行、で次ブランド物で、その次なんかマンションかなんか買って、でその次どこ行くか、この40坂越えたあたりでね、どこ行くかって自分探しに行くんです。で、あのなんかなんていうのかな、ヨガとかね、例えば女性だとちょっと身に覚えがあると、そろそろ40超えたしみたいな、あの体も心もバランスよくなんて感じでヨガ行って、そしたらヨガの先生がなんかヒーラーだったりするんだよね。インドがどうしたとこうしたとか、はい。それでそういう友達がいました。でね、あの学校、あの特別支援学校でも私が勤めてたのは、あの肢体不自由というあのくくりの学校で、全員車椅子で、もっとあの本当に寝たきりとかそのくらいのお子さんもいるので、先生方日常的にこう車椅子から子供を抱っこするとか、あの床のマットに下ろすとか、さらにその自分で寝返りとかを打てなかったりするので、あのこうクッションを使って、あのいろいろ体の姿勢を変えてあげたりとか、そういうことがお仕事でした。なのでいつもあの肩こりや腰痛や膝、あのいろんなところが痛い、あの具合が悪くなっちゃう先生が多かったです。で、あのそういう中で霊気ヒーリングをやってた先生がいたんですよ。私と本当に同い年の女の人で、それでなんじゃこりゃと思って、なんかあの魔法か、なんかあの特殊、それこそ特殊能力の人だと思ってヒーッとか思って、そしたらその人に、いやこれはね、アチューメントを受ければ誰でもできるんだよって言われて、で、あののこのこと、あの行きました。霊気ヒーリングのアチューメントを受けて、だけど私本当にそういう素養が、知識もないし、やったこともない素養がない人って、あのアチューメントの会みたいなセミナーとかすごい楽しかったんですよ。日頃ね、子供とあの学校の仕事でわーってかなってるのに、自分だけの時間が持てたみたいな、すごく楽しかったんですけど、いざ自分の生活に戻ってきたら、あんまりやるチャンスもなく、で家族にやってみてもなんかわからんとか言われたりして、で別に学校の先生で普段忙しいので、ちょっとなんかほったらかしになっちゃいました。でその後、あの高校時代の今度友人がシータヒーリングのインストラクターになったっていうことで、でまたこの専業主婦は暇こいてそんなことやって怪しげなと思って、あのいたんですけど、やっぱりあの一番の親友がやってるから、言ってあげなきゃ、まず言ってあげなきゃ、言ってないんですよ彼女一言も、受けに来てとかお客さん来ないからとか一言も言ってないんですけど、あの9ヶ月悩みました。それで子供を置いて休みの日に出かける、お金を使う、もうブロックだらけなので自分が。でシータヒーリングはあの友達に習い、で結構私はあの
いまだにシータヒーリング別に嫌いじゃないですしね、あのいいと思ってるんですけれど、シータヒーリングをしばらくあの楽しんでおりました。でそうしましたら、まあ、やっぱりあの何でもこういう業界ってあの上のクラスを受けるとか、なんか上級コースに行くとか、いろいろそういう方法があってあの道を極めたくなっちゃうもんなんですよね。多分この中にもいくつかの技法で道を極めてらっしゃる方もいると思うんですけれども、あの学校の先生だしお母さんだからそういうのはない、自分ではお金もないし時間もない。じゃあ、もう私はそういうなんかすごいヒーラーさんとかそういうのになるっていう人生はないから、あのせめて、通勤電車の中だけでできることを自分にやっていこうというふうに考えました。あのそもそも私何が一番悩みだったかってお金のブロックなんです。でこっちのね、この人生の2大ブロックっていう方にも関わってくるんですけど、これ人生のね2大ブロックっていうのはお金、それから死ぬことです。これに対する恐れ、これが2大ブロックなんですね。でですね、私はあの自分のそもそも父親があの、まあ、一族の恥をさらすようですけれども、あのいわゆる脱サラをして失敗しました。まあ、失敗したっていうと言い方は悪いけれども、あのうまくいかなかったというかね、別にあのなんていうの、橋の下に捨てられたわけでもないので、ちゃんと、ね、学校出してもらったのかそういう形しちゃいけないんですけれど、あの、まあ、正直うまくいったというふうには言えない家で育ったので、あの親からもう公務員になれ公務員になれって言われて育ちました。それが、まあ、結局学校の先生になったっていうところにも大きな影響を、ね、与えてます。ですので、あのお金のブロックに対してもすごく自分の資格はあったんですね。何でもかんでもお金のこと言っちゃうなって。で何が悩みって言ったらやっぱりお金なんですよ。あの学校の先生の共働きだからそんなに別に貧乏じゃないんですけれど、子供が3人いるし上の学校に行かさなきゃいけないとか、いや住宅ローンもあるしとか、もうあの心配をしだすとキリがないんですね。であの公務員というのはそのなんていうかな、例えば頑張ったからお給料が増えるとかそういうこともないし、あの世の中の情勢に合わせてあのなんていうか、もうはいボーナスカットしましたからとかって言っても文句は言えない、あのなぜ公に使える人なので、そういうのもあったりすると余計にもうなくさないように減らさないようにっていう方に何でも気持ちがいっちゃうんですよ。でその一番悩みがあったお金のことについては、もう私は一生こういう人生なんだ、だからその何とかヒーリングをやろうがやる前が、あの私はそんな道を極めるようなことはできないとしたら、一生私はこの仕事をする、そしたらもう通勤電車の中だけでできることを一生やっていこうというふうに思ったんです。だから全然いつブロックが解除できるかとか、いつすごい自分の想定以上の人生が現れるかなんてことを一つも期待してなかったんですね。でその分通勤電車の中でやるためには、あんな技法やこんな技法のああいう部分やこういう部分みたいに時間がかかるところは全部省いたんです。普通なら手順ってありますよね、やっぱり何か習ったら。で、あのマニュアル通りとかじゃないと間違ってるから合ってないからあの叶わないだろうとか思っちゃうんですけど、いいんだ叶わないんだから今回の人生はって、あの来世の期待みたいな、そういう感じ。まあ、あの詳しく言っちゃうと、その43年間かかっているお金のブロックを取るには43年間かかると思うんですよ。ということは86歳ですよね。で、あの私の祖父母全員70代で死んでますので、86歳まで生きられるっていうね、全くそういうイメージは湧かない。あのちなみにね、うちの亭主はね、自分のおばあちゃんは96歳まで生きてたのね。だからね、96歳まで生きれると思ってますから、あのそれもね一つの心のブロックかもしれないですね。あのいつも私よりも10年以上長生きするって言ってるんで、私より6歳年上なのに、あのあとはよろしくっていうふうに言ってますけれども、そういうふうに計算して今回の人生は取れない、だから毎日やる、毎日やるからには楽なやり方をするということで、面倒くさいものを全部省いたのがマインドブロックバスターです。だからあの今日取れるか明日取れるかっていうふうに肩に力が入って期待してたら、取れてるか取れてないか、あの正しいか正しくないか絶対気になるはずなんですよ。でも絶対取れない、ある意味そのくらい思っちゃってるわけ、来世まで取れないと思ってれば、あのなんか期待してないですよ、全く正しいか正しくないかとかそんなことも信釈しない、そういう風にやってました。で、通勤電車の中でただ単にその潜在意識から湧いてくるイメージだけを、あこれ今そうなんだよ気になってんだよねって、亭主が飲み会だとか
なんで私は飲み会にも行かれないで、うちで子供の面倒を見てご飯作ってるのにあんたは飲み会行くの、同じ仕事だから分かってるわけですよ。で、別に女の先生だから楽とかいうことないですからね、学校では。で、どっちかというと亭主の方があんまりね荒れてない中学校に勤めてて、私の方がね荒れてる中学校に勤めてることが多くて、もう大変だったんですけど、なんていうか、それで飲み会に行くとか言うと頭にくるわけで、そういうことなんかをやろうっていう感じ。はい。で、あと子供がなんかで、ね、お金がいるとかっていうと、それいちいち腹が立つんですよ。出さないわけじゃないんだけど、なんかムカムカするんですよね。で、そういうことをやろうみたいな、なんでもとにかくお金のブロックっていうのが一番気になってて、自分で。でもそれが今回の人生の中で解消される日が来るとは全く思わずにやっていました。で、これ半年くらい経った時に、スーパーでも私はとにかく値引きコーナーしか行きませんでしたからね。値引きコーナーってありますよね。白トレーに 30% オフとか半額引きとか赤いシールが貼ってある。あれはパーセンテージが大きい方が価値が高いんです、ね、20% オフより 30% オフ、 30% オフより半額引き、もうそのいかに安いものを求めるかっていうね。だから家で今晩何が食べたいとかありませんでした。もう買ってきたもので作るからそれを食べろ、もうそういう感じで、はい。そのね、値引き品コーナーをカートを、ね、押したまま素通りしたんです、半年経った時に。で、一番最初に思ったのが、スーパーが改装したと思いました。昨日も言ってたのに景色が違って見えるんですよ。で、昨日も着てて今日もっていうことは改装してませんよね。改装するんだったら何日かクローズしてガガガガってやるわけだから。で、次に思ったのが、蛍光灯を拭いたとか、なんか蛍光灯変えたとかしたのかなって思いました。で、その次に、その行けば違うコーナー行くわけだから、ヨーグルトとかね、そういうところ行って、あれ私どっか寄り忘れてる、いつも行くところに行ってない。で、ちゃんとね、カート引いてこうやって戻りました、いつものところに。ちゃんとね、体がそんだけ毎日行ってれば覚えてるんですよ、ここここ。で、値引き品コーナーに行って、白トレーに 30% オフとか書いてあるやつを取り上げるんだけど、欲しくないんです。それまではもう反射的にカゴに入れてました、無意識に。欲しくない、なんでだろう、気がついてないんですよ、自分でも。なんでかって理由がわからない。で、今日に限ってなんでこれ欲しくないのかなって思った瞬間に、自分に爆弾が落ちたかと思いました、あまりの衝撃で。これはもしかして私、お金のブロックが取れたってことじゃないかなって。無意識が変わっているっていうことは、潜在意識が変わってるってことですよね。こういう理由で、こういう論理でこう変わってる、だったら潜在意識です。でも無意識の行動が変わってる。値引き品コーナーに寄らなかった。それはその時いきなり預金通帳の残高は増えないです、別に。むしろなんか引き落としがあって減ってるかもしれない。でもね、潜在意識が変わるんだっていうことに気づいたことはものすごい衝撃でした。だから潜在意識が変われば、なんか変わるに違いない、自分の人生と今までの人生と違う人生になるんじゃないかっていうのは、そこでちゃんと知覚できたんですね。で、思ったのは、私が本当に最初に言ったように、霊能力者でもなく、サイキックでもなく、毎日毎日子供を怒鳴って学校に行って、なんかあって落ち込んでっていう普通の人だったから、こんな普通の人がただ通勤電車でやってるようなことだけで潜在意識が変えられるんだったら、これが必要でできるようになったらいいって思う人はもっとたくさんいるはずと思いました。私だからそういう人間だったんで、全然自分にこう自信があって、なんていうの、こう私の言うことをみんな聞きなさいっていう感じじゃなかったんですよ。学校の先生としてはっきり言って優秀な方ではなかったです。なんていうのかな、やっぱりいつも子供の顔色も伺い、同僚の顔色も伺い、校長からなんか怒られとか、保護者からなんかクレーム来てとか、もうそのたんびそのたんびに落ち込んで、で、なんかちょっとでも授業を良くしようと思ってやったことで隣のクラスの先生から怒られたりとか、もうしょっちゅうしょっちゅうそんなことをやってましたんで、全然優秀な先生じゃなかったです。日本のね、公立の学校には本当にたくさん優秀な先生がいて、で、あんな優秀な人たちだったら、本当もっと心のブロック解除、私より上手に早くできちゃうんじゃないっていうくらい、もう素晴らしい方がいっぱいいる。子供たちもそうです。
あのヤンキーであろうが不登校の子であろうが優等生さんだろうがどうしてもクラスの中であの子の顔と名前だけ一致しないんだよねみたいな目立たない子もみんなね、あの本当に人間として価値はね同じだなっていうのを私は学校の先生の時代に学ばせていただきましたが、ということは私なんかでもできたことは他の人なんかもっと絶対うまくできるはずっていうふうに思ったんですね。それでマインドブロックバスターをこんな簡単な技なんだよっていうことで、最初、私は大船ってね、神奈川県の鎌倉に近い方に住んでるんですが、そっちの湘南方面のちょっと傾きかけたカフェで、やり始めたのがきっかけです。10分1000円、3分で1個解除できるので10分で2個ぐらい解除しますって言ってブログでね、そういうのを出して、月に2回ぐらいカフェセッションっていうのを始めたのが一番最初のきっかけです。でですね、それがだん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 お客さんいっぱい来るようになって、今に至るんですけれども、ついでに言うとそのカフェ潰れちゃいましたね。そのカフェは経営があまりに下手すぎて、私がセッションしてる日がお客さん一番来るっていうような状態だったんで、残念ながら潰れてしまったんですけれども、そういうのもあって、このね4番とかにも関わってくるんですけど、私はマインドブロックバスターをやる人には必ずご飯が食べられるセラピストさんになってほしいっていうのがあって、それでその経営とかそういうことについては結構勉強もしましたし、この今のマインドブロックバスターの協会の仕組みを作るときとかも考えて作っているのはそこのところです。でちょっと戻りまして、この人生の、ね、2大ブロックっていう話なんですけれども、お金と死だよっていうね、普通で大きく言っちゃうと恐れなんだよということです。つまりは皆さんね、ほとんど全員の人は自分が言ったりやったりしてることは良かれと思ってやってるんです。もうほぼ全員そうです。世の中を1ミリでも良くしたいと思ってやっています。でそれが思ってるんだけれども、ブロックからこう言葉とか態度とか行動が発しちゃってるんですよ。なのでこうお金のブロックが強いと、お金をもっとたくさん持ってきなさいか、または今あるお金を減らさないようにしなさいということが無意識のメッセージにあって、そこから人に対して物を言ったりやったりします。だから何とかしちゃダメよ、または何々しなさい。例えばお子さんが成績表とか持ってきて、あ、この成績だったら何々高校から行けるわねとかね、そういうのもお子さんはその高校に行きたいか分かんないんですよ。違うことがやりたくて、いや僕はちょっと音楽をやりたいからとか体育をやりたいから何々高校に行きたいんだとかって言っても、え、この成績だったらなんとか高校に行けるじゃないとか、そういうことをやっぱりね思っちゃったり言っちゃったり態度に表すんですよ。それはどこにあるのか、いやなんとか高校に行った方が大学の進学率が高くて、で大学に行ったらこうちょっと名前の通ったような会社にお勤めができて、それでお給料もその音楽だとか体育の道に進むよりもたくさんもらえるんじゃないかしらというお金のブロックが根っこにあると、そういう発言になってしまうわけです。で例えばあと何ていうの、子供さんが、バイク乗りたいと、バイクの免許取っていいとかってなったら、ダメよ絶対みたいな。でそれ別に大人に、成人してる子供さんにも言いますからね、普通にその高校生とか大学生じゃなくて成人してる大人の方が子供ってこともあるわけですよ。今後ねうちもそうなりますけれども、それでもバイクの免許なんてやめときなさい、交通事故にあったらどうするの、または人を引いちゃったらどうするのとかね、そういうのはやっぱり死ぬことへの恐れっていうのがあるわけです。だから別に今お母さんが子供に何かを話すっていう観点で言ったんですけれど、例えば自分の恋人とか夫とか彼女とかね、そういう人、または職場の同僚の方、部下の方、そういう方に対しても、それは良くないんじゃないとか、こっちの方がいいよとか、多分制限するダメっていうことと提案、こうした方がいいよ、この制限することか提案することをどちらかを発してるんですよ大体。それがお金のブロックや死ぬことへの恐れのブロック、こういうことから発していることがかなり多いと思います。だから皆さん、自分が何かを言うするっていう時に恐れ、例えば失敗したらどうしよう、恐れから発してないかっていうのを振り返ってみられると、あ、自分はブロックなんかないとかね思ってても、実はあるんじゃないかなっていうことに気づけるかと思います。で例えば失敗した、書類をミスしたとかね、書類をミスしたから死刑になるってことはないですよね。
でも例えば上司からプレッシャーをかけられるとか、あのお給料が減るかもしれないとか、あの査定が悪くなるとかね。でそしたらこれ立派なお金のブロックなんですよ。あと、あの私がこういうことを言ったら隣の席の何々さんはどう思うかしらっていうのも、あのなんていうのかな、実は死ぬことへの恐れっていうのも関係していて、みんなあの死ぬことっていうのは違う世界に行くことだから、今生きてますでしょ。だからね、怖いんです。本当は死んだ先に、あの昔の人はそう思いましてね、パラダイスがあるって、天国とかいろいろね、あの極楽とかで、パラダイスがあると思って耐え忍ぶ今の人生を、そういう感覚なので、あの本当はいいところかもしれないですけれども、普通に行ってきましたよって人があまりいないから、あのこういうとこでしたよって言ってくれる生きてる人間もいないので、そんなには、いや、 やっぱり怖いですよ。で今生きてるこの家族とかね、大事な人から離れちゃうわけだから、寂しいし悲しいし、ということはなるべくそういうふうに、死んじゃう時に一人でいたくないなっていう心理があるんですね。例えば少なくとも子孫は残したとか、少なくとも誰かが手握ってくれてるっていう風にしたいから、あのなんか孤独死のニュースとかすごい反応しちゃうんだよね。 まあ、ある意味あちらの世界に行かれた方は肉体が孤独で残ってたとしても、そんなに悲しいとか寂しいとかひどい人生だったとか思わないかもしれないんですけれど、まあ、残された方がね、ああいう死に方はしたくないとかね、ガーンってなっちゃうんですよ。でそれがこの死に関係していて、だから例えば本当に隣の席の人に嫌われたくないっていうことと死ぬことの恐れが何で関係あるのかと思うかもしれないけど、一人でも嫌われたくないんです。一人でも自分を嫌ってる人を増やしたくない。だから好かれよう好かれようって思っちゃうのね。その人とだって別に自分が死ぬ時手握ってくれるわけじゃないんですよ。だけど一人でも嫌う人を減らしたいから、あの好かれよう好かれようとしてしまう。そのためにこれはちょっとでも好かれるんじゃないか、ちょっとでもよく思われるんじゃないかっていうふうに、実は勝手にこっちが思って、あの自分をすり減らしてまでサービスしちゃうとか、そういうこともするんですね。でも受け取った方は実はそんなに思ってなくて、全くあの別にあなたがそこで逆立ちをしようが、ね、踊りを踊ろうがあなたのこと嫌ったりしないのよって思ってるかもしれないけど、そっち側の人は一生懸命嫌われないように嫌われないようにとかって思ってやってるわけです。だから結局みんな自分自身が怖いから、お金がなくなったら私の元からみんな離れていっちゃうかもしれない、明日のご飯に困るかもしれない、このうちに住んでられなくなるかもしれないという恐れで、死ぬことにどん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 向かっているけれども、私たちは誰も死なない人っていないわけです、この中で。で年を取れば取るほど死ぬことに近寄っていく。だけれどもなるべくそれは目を背けたい、死ぬっていうことに関しては。で少しでもあのみんなに好かれた状態で死にたい、あのそういうふうに思ってるので、どん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 怖くなるわけです。だから何でもやろうとすれば人間の生活ですから、お金もかかるし、何かをやろうとすればあの場合によってはだってみんなが良かれと思ってるんだから意見が合わないことあるんですよ。一人一人全員違うんだから、全員良かれと思っているからぶつかるのに、ぶつかっただけで私はダメだ、私の言ってることは受け入れられなかった、あの人の方がみんな正しいと言って私はダメだと言ったとか、というふうにたまたま お互いの良かれが違うだけなのにそういうふうに思ってしまうんですね。でどん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 何もしない方がいいとか、どこへも行かない方がいいとか、誰にも会わない方がいいとか、引きこもっちゃうとかね、あのそういうことになっていってしまうので、全部これ恐れなんです。だ恐れがお金のことと死ぬことっていうのが一番分かりやすいあの2大ブロックです。でこれがあの皆さんの多分発言とか態度とか行動とかそういうものに全部影響しています。ですのであの別にマインドブロックバスターになったから、または栗山陽子だからブロックがもう一個もないんじゃないかとか、それは全く誤解です。あの人間である以上必ずあります。その引っかかってあれってなることを体験するために来てるんです、私たちは。だからなんでマインドブロックバスターをやってるのっていうのは、ブロックをなくして違う世界に行くためにやってるんではないんです。さっき一番最初に言ったように、この世をあの味わい切る、味わい尽くすためにやってるんです。だから良かれと思う人同士の集まりだから、自分が良かれと思っても良いと思われないことはいっぱいあります。私でも例えばマインドブロックバスターっていう名前だ、これだけで怪しい、ね、それからなんかなんていうのかな、危ない人なんじゃないかとか、あのまたは、セラピストもちゃんと稼がなきゃいけないとかって言ったら金儲け主義だとかね、まあいろんな抽象はあります。そういうだけど
みんなが良かれと思っているっていうところでは当たり前なんですよ。違う意見が出るってことは、一人もたあの違う意見が出ないとか言ったらやばいですよね、かえってね、危ないと思います。その方が違う意見が出るっていうことをあの当たり前だと思って、やっぱり それででもいち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 へこんでたら、私がガーンとかなってたら、このマインドブロックバスターっていうあの技法は広めることができません。ですので、まあ、私がなんかすごく、またこれね、本当に何話の金融道かっていつも言われるんですけど、言ってるのは、99人に嫌われても1人から売り上げを上げろと言っております。はい、およそこの癒しフェスティバルには似合わないような発言で大変失礼いたしました。はい、結構ね、みんなね、30人に嫌われてもいいやぐらいは思えるんですよ。でもね、70人には好かれたいんだな。30人には嫌われても70人には好かれたいというふうに生きてると、だいたい売り上げは上がりません。はい、1人から売り上げを取るためには99人に嫌われる覚悟、こういうのが、ね、必要なんですね。それで、まあ、つまりですね、少なくとも死ぬことは絶対あるんですよ、今のところ。死ななかった人って見たことないので。結構ね、私ね、ショックだったのは、ものすごいね、自然食とかいろいろ食の権威の方がね、70代でガンで亡くなられたことがあって、私を知ってる人がね。で、いや、やっぱり死ぬんだなって、その時マインドブロックバスターじゃなかったんで、なんか求めてたの、心の中で、あの人は死なないんじゃないかみたいな。あの両方をやったら死なないんじゃないかとか、やっぱりね、心のどっかで期待してたんですよ。で、あ、やっぱり誰々さんでも死ぬんだとかって思ったら、死ぬことは当たり前なので、残念ながらね、今のところ死なないっていうのはないし、あと まあ、この年になると逆に、あなたもう二度と死にませんよって言われた方が怖いですね。どうしましょうってね。だって死なないっていうことはさ、果てしなくいい人になり続けなきゃいけないじゃないね。まあ、あんまりだってさ、ひっくり返ってたらなんかね、そんなのが 何百年も来てたら嫌ですよね。だから多分ね、死なないですよって言われたらすごいいい人にならなきゃいけないと思うんで怖いですけれども、お金のブロックはね、少なくとも取ることができると思います。なんていうのかな、お金のブロックって世代を超えるんですよ。さっき言ったみたいに、私も親からお金のブロックをガンガン植え付けられて育ち、私も自分の子供にお金のブロックを植え付けて育てました。なぜマインドブロックバスター作ったのは3年半前なので、うちの子育てには全く間に合っておりません。普通になんか怒鳴り、普通に傷つけ、普通に誰々ちゃんの方がいい子よねとかって言って、親が言ってはいけないことを山のように言って育てました。ですから、うちの子供たちは全く私のやってることに、お母さん手触ってブロック解除してなんて一言も言いません。はい、せいぜい昔より金回りが良くなってからせぎってやろうと思って、なんかお小遣いばっかり取りに来るっていうね、そういうろくでもない子供を育てますけれども、はい、そういうわけで全然普通の人生です、うちに帰れば。なので、お金のブロックはやっぱりそうやって世代を超えちゃうので、どっかでその連鎖を断ち切った方がね、いいんじゃないかなと思ってます。で、正直お金のブロックはお金をちゃんと手に入れないと取れません。いくらそのはーとかって言って、なんかブロック解除のワークとか、もしね、いや、そんなことしないんですけど、もしこうやってはーってやるんだよとかって言ったら、みんなでこうやってはーってやるかもしれないんですけど、そんなことやってもお金のブロックは取れないんですよ。やっぱりお金のブロックはちゃんとお金を稼いで、あ、自分でもお金っていうものはちゃんと正当な対価として手に入るんだなということを実感して、で、お金をちゃんと使って他へ回して、そして税金を払う。私もね、自営業になって最初はあまりにお上に払うお金が多くてびっくりしました。逆に言うと、その元は公務員の時代は引いてくれてたんですね、ちゃんとお上が先に。だから、なんて、預金通帳に入ってくるお金は全部使っちゃっても、翌日の16日になるとちゃんと振り込まれてたんですよ、お給料が。それを、いや、市民税、県民税、うわ、こんな払うのとかね、所得税、わーみたいな、そういうふうに思ってたんですけど、やっぱりね、日本の公務員の方、いかに素晴らしいか。日本のこのシステムが北海道の先から沖縄の先まで、あそこをこうした方がいい、ああした方がいいっていうのは人間の集まりだからあるんですよ。だけど、これだけ均等に行き渡ってる国ってのはないです。これはね、やっぱりね、税金を払ってるからなんですよ。だから、税金を払ってることによって、私たちが受けてる恩恵っていうものを、やっぱりね、もっとみんな文句ばっかり言ってないで、なんていうのかな、よくちゃんと両方の目を開いてみて感謝した方がいいってすごく思います。でも、自分がお金に困っていると、消費税が上がったっていうことだけですごく憎たらしく思うんですよ。何なんだ政府はとか、何なんだ金持ちはとかね、なんか金持ちは悪い人で、自分たちをこう騙して
お金を儲けてるんじゃないかとか、そういうふうにどんどんこういじけてしまうんですね、お金に対して。だけど自分がお金をちゃんと稼いで税金を払って、それがこれだけみんなの世の中を豊かにすることにつながってるんだと分かれば、もっと税金払おうよってみんなで思えると思います。マイナスになっちゃうと今度還付の対象になりますので、税金払えませんけれども、戻ってきてよかったじゃなくて払えてよかった、もっとたくさん払える人になりたい、そういうふうに思っていただいて、お金のブロックが取れた世の中にしたいっていうのをすごく思ってるんです。ですから今度こうね、これからマインドブロックバスは何をするかっていう方に行くんですけれども、3年半で、3500人卒業生が出ています。マインドブロックバスは養成講座3500人卒業生が出て、今インストラクターが315名、います。日本で大体だから卒業生の1割ぐらいがインストラクターになっております。これ全部私にお金が入ってきてるんじゃないんですね。インストラクターさんがうちは一番たくさん収入が得られるシステムになっています。というのはインストラクターさんがさっき言ったようにご飯が食べれないとこれを広めようっていうふうにならないんですね。いいことはいっぱいあります、世の中中に。でも自分の生活がちゃんと回せないとそれを広めるエネルギーが回らないんです、そっちに。ですのでマインドブロックバスターはインストラクターさんが一番お金がたくさん入るシステムを作っているので、私には本当にかなり低いパーセント のお金しか入ってこないんですけれども、でも全国でそれだけの数のマインドブロックバスター養成講座が開かれたということで、3年半で売り上げは4億2000万を超えました。本当ゼロですよ。最初私が通勤電車でやってただけですから、0円。それが3年半で全国に4億2千万の売り上げを作るところのビジネスにまで成長することができました。で、3万人のブロック解除達成と言ってるのは、だいたい卒業生の10倍ぐらいの人が片手を触られたんではないかという計算です。実際にはパーセンテージとしては6人に1人ぐらいがマインドブロックバスターになっていますので、ちょっともっと少ないよっていう計算にして10人に1人がマインドブロックバスターになっていると計算しています。もっと早く実は3万人は突破していると思うんですけれども、一応今年の2月に、3万人の心のブロック解除達成というふうに宣言させていただきました。でその次に、3万人のブロック解除が達成したので、今30万人の心のブロック解除ということを歌っております。30万人の心のブロック解除を、目指すということは、マインドブロックバスターを3万人にしようと思っています。でそれをここ東京都ですけれども、2020年の東京オリンピック・パラリンピック、この年までに達成したいというふうに思って、今行動しています。30万人がブロック解除されれば、なんていうのかな、私が思ってるのは、その人がブロック解除されてる人がいるだけで、その人のいる例えば職場とか、その人が通ってる学校とか、その人がいつも接してる人も、みんなブロックが取れるってこういうことなんだ、ブロックが取れてる人と付き合うとこうなんだということが分かると思うので、ある誰かがマインドブロックバスターだったら、そこがパワースポットになると考えています。ですのでなんていうのかな、こう正しい伝え方をしているかとか、正しいやり方かどうかとかっていうことを結構マインドブロックバスターの中の人って気にするんだけど、実は私は気にしていなくて、もしもやり方が多少違ってたとしても、その人がブロック解除されてる人だったら周りも幸せにすると思ってるんですね。でその中で本質がキャッチできる人っていうのは必ずいるので、そういう人がポッポッポッってこう出てきてくれたら、点がこう点点点点点って日本中に散らばって面になって、合ってるとか間違ってるとか関係なく、その空気が飲み込むっていうことが起きると思ってるんです。ですから、なんでそんなあんな変わった人やこんなことを言う人もマインドブロックバスターなの、だからマインドブロックバスターは信用できないのよとか、だからマインドブロックバスターの仲間だと思われたくないわっていう人がいるんですけれど、そういう人はほっといて、マインドブロックバスターでまず自分の心のブロック解除をし、これを広めていこうという人をたくさん増やしたいというふうに思っています。ですので今日はマインドブロックバスターの人が結構なんだかんだ言ってね、半分ぐらい座ってるみたいなんですけど、マインドブロックバスターの人は自分がなんかまだやり足りなかったかなって思うところはぜひやっていただいて、でまだマインドブロックバスターじゃない人は、もし私の今日の話に共感していただけるようだったら、ぜひご自分がマインドブロックバスターをまずあちらとかあの辺のブースでこう受けていただいて、
あの自分もそのパワースポットの一箇所になろうって思っていただけるとすごく嬉しいです。でこのなんかね乗って喋ってだんだん4番がちゃんと行きましたね。あと5分であのデモセッションということで、あのちょっと3人ばかりやってあげようかなと思うんですけれど、あじゃあなんか前でねちょっとね早く手挙げてるんでね、じゃあこちらの一番前で、はい、見ていただいて方、はい、あなんかこれについてやってほしいですっていうのもありですし、あの何も聞かないでいきなり来るっていうやり方もあるんですけど、どちらがいいですか。ちょっとお金の、はい、ことをちょっと拝見します。すごくあのなんか空の高いところにいらっしゃるっていうイメージが出てきたので、あの地球上に降りてこられてないっていうのがブロックのイメージなのかなっていうふうにちょっと見えました。じゃあそれをどうしたらブロックが解除できますかっていうのを次に潜在意識聞きますので、また手を。木のつるみたいのがいっぱい垂れ下がってる、あの南アメリカとかそういうところのジャングルにありそうな木があるんですが、その枝に捕まってシュルシュルシュルってこう降りてきてるというイメージが出てきたので、マインドブロックバスターは何をするかというと、最初の空の高いところにいますというイメージと木の枝に捕まってシュルシュルって降りてくるというのをイメージの中で入れ替えるということをします。じゃ入れ替えさせていただいてよろしいでしょうか。降りるの大変で、あの一生懸命一生懸命降りてるんですけど、なかなか降りないでどうしようかなと思ってたら、あのヘリコプターが迎えに来てくれて、であのヘリコプターでこう救助されるように地面に降りてましたので、あのお一人で何とかするよりももしかしたら救助が来るということがあのこれから起きるのかもしれないです。はいはい、はい、どうしますか。お金と死の、はい、はいはい、生体師なんですけど、世の中に対してやりたいことがあるんですけど、はい、なかなか あ、じゃあちょっとそこを拝見します。竹林がありまして、あのタケノコがちょうど出てくる季節のようなんですが、あの出てみたら自分と同じぐらいのタケノコがいっぱいあって、あ自分だけがあの掘って食べてもらえないかもしれないというのが出てきたブロックです。じゃあちょっとあの解除のイメージは、解除のイメージはもうあのなんかアク抜きとかもしてすごいあの茹で上がってホカホカになったタケノコになってますので、あのきっと美味しいタケノコになると思うんですけれども、入れ替えてもよろしいでしょうか。あのあまりに立派なタケノコなので、なんていうか茹でてみんなで食べちゃうとかの前に、なんか神棚にこうお供えしてみんなでパンパンってこうやってましたので、はい、そんなもんです。今あのなんかなんていうのかな、こう要人の方っていうんですか、あの例えば政治家とか王様とかそういう偉い人をなんかお迎えするためにスーツを着て、あのこうやってお辞儀をしてるんですけれども、いつまで頭下げてたらいいのかなっていうのが出てきたイメージなんです。だからあの自分がこうやっぱりなんかなんていうんだろう、頭を下げてて、そのいつ頭を上げたらいいかわからないというのがあのイメージです。はい、別にその用事を迎えるとかそういうのはあまり関係ないと思うんですけど、そのどうしたらいいですかっていうのはちょっと聞いてみます。次に出てきたのは、あの今度は看護師さんの格好をしていて、
でその入院してる方にこう注射をしたり脈を見たり点滴をしたりとかしてるんですけど、そこでこの私の方に今来たこう感情っていうのが、病気で入院してる時は偉い人も偉くない人も関係ないんだよねっていう感情が来たので、その最初はなんかスーツを着てこうお迎えする人、いつまで頭下げてなきゃいけないのかしらってなってるイメージと、あとの看護師さんとしてこうケアをされていて、病気になったら人間っていうのは地位とかお金とかそういうこと関係ないんだよねっていうふうに思っているっていうのをこう入れ替えるっていうのがあのマインドブロックバスターなんですが、入れ替えてもいいですか。はい、はい、あの今入れ替えました。なんかあの小児病棟のあのちっちゃい子になんかプレゼントされてありがとうってこう言われて、なんかこの仕事してよかったみたいな感じになってました。16時31分ということで、あの1分、はい、あの超過しましたけれども、あの本当に1時間、拙い話でしたが、マインドブロックバスターってこういうものなんだとか、あのちょっと面白いかなって思っていただければ幸いです。で今日は本当にどうもありがとうございました。この先生だけあって話がすごい分かりやすかったと思うんですけれども、あの最後に体験された方がいて見ていて、あのあこんなに短い時間で簡単にできるんだと思われた方もいるかと思うんですが、今日ですね、あとあの癒しフェスティバル5時までなので残り30分ぐらいしかないんですけれども、この後ろの休憩ブースのさらに後ろのところでですね、マインドブロックバスターの方があの体験できるようなブースがありますので、あのぜひ興味持った方はぜひ体験されてみてください。そしてあのもうちょっと詳しく聞きたいとか、こんなのはどうなんだろうとかっていうことがあれば、あのまだいらしてくださるということなので、お話をぜひされてみてください。今日はありがとうございました。